どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、パパテラです。で今回なんですけども、期待しすぎは厳禁、420イベントは来るのかどうかについてです。日本時間では4月21日にクイックアップデートが来るんですけれども、海外ではまだ4月20日のね、国とかもあります。で420イベントっていうのは、これはマリファナ、葉っぱのイベントなんですけども、去年だけ来ていたのか、もしくはね今年も来るのかどうかっていうのを4月21日の18時頃ぜひ確認をねしてもらいたいなと思います。もちろんライブでも確認するんですけれども、まずね確認する点なんですけれども、ちょっとねややこしいとこがあります。そもそもこの報酬アップとかも来ない可能性ありますので、期待しすぎは厳禁です。ではまず一つ目なんですけれども、葉っぱのイベントとして、この葉っぱが報酬2倍にね去年なっていました。でこれはちょっと厄介なのが、アップデート後に再起動をして偵察をした分がフィナーレで報酬2倍となってましたので、まあ、今回どうなるかどうかですね。今現時点で報酬は通常の場合、1回ねこの葉っぱを取った時に16,610ドルですね、これが入るのが通常の金額です。まあ、これが2倍だったら32,000とか33,000近くなるっていうことですね。でこういった感じで来ると、例えば金塊を取るとかよりも全然ね報酬が高いとか、またはね白粉を取るよりも報酬がアップする可能性がありますので、まあ、期待しすぎは厳禁なんですけれども、まあ、アップデート後にフィナーレをね用意しておくんではなくて、フィナーレを終わらしといて、で、偵察をもう一回すると、でフィナーレまでやった時に分かるということなので、まあ、おそらくアップデートが5時半頃とかに来ると思うんですけども、最速で6時頃にね確認できる人がいるかどうかですね。まあ、ぜひね報酬がアップしてたよとか分かった人いたら、ぜひライブ中のチャットでもいいのでぜひコメントください。こういった感じで、葉っぱというのは、普段のね報酬だったら現金が一番安くて、次に葉っぱで、次が粉で、最後ね金塊は2人以上で取るっていう感じなんですけども、葉っぱの場合は1人でバッグ満タンになるまで3つの山をね取ることができます。なので報酬が2倍だったりするとかなり稼ぎやすくなると。で例えばね通常のね金額であっても50万ドル近いということですね。これが単純に倍になったら、まあ、90万とかそれぐらい入るよっていうことになりますので、例えばカヨペリコゴート、フィナーレで、メインターゲットが、まあ、120万ぐらいのものだとします。ピンクダイヤモンドとか、またはねそれ以外のものでもいいんですけど、プラスですね、このセカンドのターゲットですね、第2ターゲットが100万ドル近くもらえたら、トータル220万とか230万になるっていうことですね。そうするとパンサー像並みに稼げる場合があります。で去年なんかはこれ24時間限定でしたので、今年どうなるのかどうかですね。また去年はね緑のタイヤスモークが無料とね、ちょっとまあ嬉しいかなぐらいですね。でさらに他にも緑のね、つながりで緑のスペースホラースーツ、これ30万ドルするやつが無料になってました。なのでこれはちょっとまあお得かなと、まあ、着るか着ないかはどうかは別として、まあ買っとくといいかなと、無料のうちだったらもらっとくといいかなっていう感じですね。で去年初めてこのね420のイベント来たんですけれども、一番嬉しかったのがレアなパラシュートバッグですね。ハイフライヤーってやつがずっと旧世代機、もう PS3 とか Xbox360 時代の時に激レアで入手したパラシュートバッグが全員この期間中解除できるというねイベントになってましたので、まあもしもね去年ね取りはぐってしまった人は、今年このようにパラシュートバッグのところから、まあもしかしたら再販というかね、解除される可能性があるかもしれません。まあこれらでね、葉っぱの報酬アップと、緑のねタイヤスモークと、それから緑のエイリアンのスーツでパラシュートバッグ、これ4つね、今回ねぜひチェックしてもらいたいなと思います。もちろんねライブの中でもチェックするんですけれども、まあ、特に葉っぱの場合はね偵察からやり直ししないとわからないっていう部分なので、これ注意してください。さらに去年と違う部分が今年はあります。っていうのも、エージェンシーが追加されたことによって、ミッションの、このねフランクリン、それからラマーに変身できるショートトリップですね、要は葉っぱを吸ってで変身するってやつが、ありますので、これがもしかしたら報酬アップでまた来る可能性はあります。まあ、これもねソロでできないのでちょっとやりづらいかもしれないんですけれども、ショートトリップ、2人からのねやつなんですけど、2人でやるやつなんですけど、まあ、もしも来た場合は稼ぎやすくなると。でまた1回もプレイしていない人っていうのは初回ボーナスとかもありますので、
まあ、ぜひねエージェンシー購入したりとか、ショートトリップ普通にジョブからね今回は検索できるようにね、改善されてますので、まあ、ぜひチャレンジしてみてください。まあ、意外とね面白いかもしれません。まあ、エージェンシーはね200万ドルぐらいで売られてるんですけれども、1回全部一通りクリアしちゃうと290万ぐらいもらえちゃうんですね。なのでまあお得しかないかなと思います。初回ボーナスとか結構激アツなので、ぜひねやってみてください。またエージェンシーをちゃんと進めていくと、フィナーレまで行くとこのようにショートトリップの部屋とかも解除されます。でこのようにフランクリンと、ラマですね、いつでも会うことができると。まあ、こういった感じで 4-2-0 のイベント、葉っぱのイベントが今年来るのかどうかですね、まあ、ぜひ、注目したいところですね。まあ、5つぐらい現時点であります。でさらにですね、もう1個気になる点があります。去年のね冬に大型アップデートが配信されて、未だに売られていない、まあもともと非売品と呼ばれていた車両があるんですね。まあこれがまあ一番可能性は低いと思うんですけども、この非売品洋画カスタムが販売されるか解除されるかなんていうのが来たら、まあ、ロックスターよくやったなっていう感じにはなると思うんですけど、多分ね来ないんじゃないかな、あんま期待しちゃいけないかなっていう感じはあります。まあ、こういった感じで葉っぱ関連のものっていうのは結構ねこの GT オンラインは結構ありますので、で去年のねイベントから、その次に冬にね大型アップデートで葉っぱ関連のものも結構増えてましたので、まあこれ以外の可能性もあります。まあもしかしたらですね MC のビジネスの葉っぱの報酬が2倍とかそっち系になっちゃう可能性もあります。もともとね4週連続でビジネス系を報酬アップしますよって言ってましたので、まあ、もしかしたら一番最悪そっちかもしれないので、あんま期待はしちゃいけないんですけれども、今回ね、カヨペリコのね部分もそうなんですけども、偵察からやり直ししないと報酬アップしてるかどうかが確認できない可能性ありますので、ぜひね、18時頃ですね、まあ、17時半から18時頃、GT アプリを再起動してみてぜひチェックしてみてください。もしかしたら去年のイベントはフル無視で普通の何の関連もないビジネス系報酬アップの可能性もあります。何事もなかったように配信する可能性もあるので、期待は厳禁ということで、ぜひライブの方でコメントなどよろしくお願いします。Smoke weed every day.